中年オタッキーです。すっかり暑くなってしまって、ちょっとエンジンをかけずに撮影がちょっと厳しくなってたんで、ちょっとエンジンの音が入ってしまいます。申し訳ありません。今日はね、予定しとった動画とちょっと違うんですけども、まあ緊急ということで、フィルムがね送られてきました。これ富士フィルムのね C200 っていうカラーネガフィルムがね送られてきたんで、ちょっとそのことについて、動画をアップしたいと思います。はい、この C200 なんですけどね、これ36枚撮りなんですけど、アメリカのねニューヨークから送られてまいりました。ね、以前の動画でですね、もしかしたら、C200 生産中止じゃないのっていうね動画を流させてもらったんですけども、その動画を見てもらえば分かるんですけど、生産中止じゃないかっていう根拠は、昨年6月富士フィルムが値上げした時の値段からですね、B&H フォトのその価格がね変わってなかったんですね。で、変わってなくてバックオーダーになってたんですよ。まあ、あの商品がないよっていう状態、になってまして、で、あの商品が入るようになったらそのメールでお知らせしますっていうね登録をしたんですね、その時にね。で、まあ値上げもされてないし、もしそのままだったら生産中止かなと。で、生産再開するのであれば、値上げした価格に変わるのかなって思ってました。で、そのどちらも予想は外れまして、現在もね、B&H フォト、富士フィルムの C236 枚撮り1本あたり、3ドル99セントで買うことができるみたいです。ただしね、まだバックオーダーになってるんですよ。で、僕がこれ注文した時もね、メールで入るよう、買えるようになったよってメールが来たんですけども、メールが来たにもかかわらずここの表示はバックオーダーだったんです。で、バックオーダーだなのに注文できるんですよ。だから、20本注文したんですね。で、20本注文しまして、注文したぐらいでコロナが爆発的に、感染が広まってしまってですね、B&H フォトもねニューヨークなんでね、お休みになりました。で、お休みになってね、最近アメリカ、ね、ニュースでもよく言われてますけど、アメリカのね経済が再開し始めたということでね、 B&H フォトさんもね動くようになりまして、3週間近く前かな、発送したよって連絡が来まして、で、昨日自宅に届いたみたいです。まあ、デマとも言えないけど、間違った情報を、ね、流して申し訳ありませんが、生産ね再開したのかな、再開したんだと思いますね。で、ロットはね2022年の8月まで、ということになります。これどこで作ってるんだろうね。うん、1本開けてみるか。これどっから開けるんだ、よいしょ、開けよよいしょ。メイドインどこなんだろう。まあ常識的に考えたらジャパンなんだろうけども、ん、書いてねえぞ。書いてねえな。どこで作ってるんだろう。大体はね、いや違うな、大体このねバーコードのところにねメイドインジャパンとか書いてあるんですけど、書いてないですね、これね。どこで作ってるのか分かんないです。多分日本製だと思うんですけどね。うん、ちょっとどこで作ってるかは分かりません。で、3ドル99セント1本あたりね。で、僕の場合はね20本注文したんですよ。10本だとちょっと1本あたりの送料が高くなりすぎてアホみたいだなと思って20本注文したんですよ。で、まあ冷凍庫に入れときゃな、まあ10年ぐらいは使えるかなと思って、そんな感覚で20本注文したんですけど、まあ20本10年かかんないでしょうね。ほんで、値段がですね、
まあ、3ドル99セント、まあ、約フィルム代が80ドル弱で、送料が、ね、15ドルぐらい、で95ドルぐらいなんですね。でこれ、いくらだったんかな、ちょっと、カード決済の料金を忘れてしまったな。まあそテロップで流させてもらいます。で皆さんもね、この B&H フォトはね、これからね、フィルム写真をやる上ではね、大きなポイントになってきます。なぜかっていうとね、モノクロフィルムもね、製品版でも結構安く入るんですね。例えば、イルフォードデルタ400、白黒のフィルムですね。これ日本で買ったら多分1200円ぐらいすると思うんですけど、これ5ドル99セントです。他にもね、ケントメア100、これ日本で買ったら850円、900円ぐらいかな。これはね、たったの4ドル19セント。だからね、数をね、仕入れれば、B&H フォトで買った方が安いんですね。圧倒的に安いです。で、送料を考えてもね、アメリカ側の送料ってね、まあ、徳島県で15ドル、おそらく日本全国どこでも15ドルぐらいで買えるんじゃないかな。ちょっとそこまでは分かんないですけど、日本国内でね、買うのとそんな遜色ないぐらいの送料で買えてしまうんですよ。で、まあね、そのたくさん、使わないからっていう人ね、10本、20本とか使わないよっていう人もね、多分冷凍庫に入れてたらね、10年ぐらい持つんで、そういう使い方をすればね、安く仕入れることができると思うんですね。現状ね、日本国内でその安く買えるフィルムが、まあ、コダックのカラープラス200は1本650円前後でお店で買うことできるんですけど、好みに合わないっていう人がね、結構、暖色系で好みに合わないっていう人がコダックのね、カラネガは多いんで、それだとするとね、もう、ね、富士系になってくると思うんですけど、まあ、C200 はね、ちょっとね、サイドが高い、感じのフィルムになりますけどね、それはね、以前、C200 でね、撮影してね、動画作ってます。ミノルタのね、ユニオマット2っていうカメラを使って C200 でね、撮影した動画があります。そちらをね、見ていただければと思うんですけども、まあモノクロも安いしね、モノクロの長巻きとかだったらめちゃくちゃ安いんで、僕なんかはね、B&H フォトで、長巻きのフィルム仕入れて、1本あたり300円弱ぐらいの、値段になってきますね。送料考えてもね、いっぺんに長巻き3本ぐらい買えば、1本あたりね、300円もかからないぐらいでね、モノクロフィルム楽しめます。で、これからね、ちょっと、国内にもね、その安売りしてるフィルム屋さん、ね、ネット通販とかであるんですけど、結局、その送料とかも考えるとね、自分でその B&H フォトから仕入れた方が安くなっちゃうんですね。で、スマホアプリでね、B&H フォト、iTunes だよな、何だったっけ、忘れた、iPhone だったら、スマホアプリでね、B&H フォトって検索したらね、スマホアプリ、ダウンロードできますんで、全部英文になってしまいますけど、B&H フォトのね、で、品物を買い方とかね、ネットで結構公開してる方がいらっしゃいますんで、そちらの方を参考にするとかね、翻訳ソフトを使って頑張って翻訳するとか、いろいろやっていただければね、結構安くね、フィルムを買うことができると思うんです。で、もうフィルムがさすがにフィルム高いからもうフィルム諦めようって人がね、結構いるんでね、ちょっとそれでね、富士山がね、ものすごく値上げして、で、記録用フィルムももうね、もう半ばやめたような状態になってるじゃないですか。国内でほとんど流通しなくなって、東京とか大阪だったら まだ手に入るけど、もう地方だったらまず置いてないんでね、それに36枚通りなんか置いてあっても高すぎて意味がないに、という状況になってますんで、これね、36枚撮り、1本ね、3ドル99セントで買えます。富士フィルムの C200 ね。皆さんもね、ちょっと考えて、その B&H モトとか利用していただければと思いますね。僕がね、その大量に仕入れてヤフオクで流すかっていうことも考えたんですけど、結局、ヤフオクで流すとヤフーオークションのね、システム利用料とかが取られてしまうし、で、僕の家からその、
送料がかかってしまうんで、結局コダックのカラープラスとかを買った方が安いかなってぐらい値段になってしまうんですね。それを考えるとやっぱり、皆さん一人一人が、B&H フォトなどの、海外のサイトを利用してね、フィルムをね買っていただくのが一番いいんだと思います。で、まあ、まとめて買ったらねついつい無駄打ちしちゃうっていう人もいるかもしれないんですけども、そこはちょっと計画的にご利用は計画的にって何かありましたね。まあそんな感じですかね。1本ね1000円のそのフィルムを買うよりは200っていうね感度は結構使いやすいですしね、現状でね、まあ、カラーネガーを買うということで、あの B&H フォトでこの C200 を買うのが多分最安じゃないかな。1本$3.99、1ドル110円としても440円、で送料が、15ドルだから、110円としても$16.50、これ10本でも一緒なんですよ。$16.50、あ、違うわ、1650円と10本買って4400円、7000円か、1本700円ぐらいになる。10本買ったら1本700円ぐらいになってしまうんだな。20本ですな。20本だと1本あたり、80円だから、520円か。520円ぐらいになってくるんですかね。まあ、こんな感じですかね。で、今日の動画はここまでなんですけど、これちょっと緊急の動画ですんで、いつものね、視聴者様の、写真とかを俺のカメラコーナーとか、そういうのはちょっと今日は省かせていただきます。皆さんね、フィルム写真ライフ、ね、いろいろ考えて、まあ、あの現像を安くする方向とか、いろいろやってる方もいますけど、ね、とりあえずね、あの B&H フォトでは安く C200 が買えます。カラー、コダックゴールドはね$5.49だったからね、ずいぶん安いです C200 の方が。でバックオーダーになってるんですけど、もしかしたらちょっと入んないかもしれないけど、バックオーダーになってるのでもとりあえず注文してみてください。かなり時間はかかりますが入ってきます。まね、ちゃんと入ってきました僕の場合。今日の動画はこんな感じです。今日の動画いいねと思ったらね、あのいいねボタンぜひぜひお願いします。で、あの初めて見に来た方とか、あの最近見に来始めたっていう方、チャンネル登録まだの方はね、あのここに今からチャンネル登録ボタン、出てきますんで、そちらからチャンネル登録に進んでもらったらいいと思います。でまたリンクも出てきますんでね、あのお暇な方はお付き合いくださいませ。はい、今日の動画はここまで。次の動画多分ねそんなに時間かかんないと思うんですけど、2、3日で出てくると思います。次の動画はね、今度こそって言ってるな。この α507SI のレビューの、動画になってまいります。はい、それでは皆様次の動画までごきげんよう。